はい。皆さん、こんにちは。村長です。僕は今、スタジオをやりながら、YouTube で DTM のプラグインとか、初心者の講習会など、そういうものをやっていますが、今まではよく音響のお仕事もいただいたりしていました。でも、音響の準備をするときに、いつも一覧表のようなものを作るんですけれども、規模によって色々ですよね。 ですから今や気になっているチャット GPT に聞いてみました観客1000人規模の音楽ライブを開催する時音響機材の必要機材リストを想定できる全ての機材をリストアップしてくださいということでやりましたら音の鳴る PA システムですね。いわゆるアンプとスピーカーですけれども、あとはミキシングコンソール、マイクロフォン、DI ボックス、ラインレベルケーブルですね。普通のフォンケーブルとかという意味です。スピーカーのケーブル、モニターのシステム、ヘッドホン、インストゥルメント、マイク、いわゆる楽器用のマイクですね。ドラムのマイクセット、ステージマイクスタンド、ステージマイクワイヤレスシステム、エフェクトプロセッサー、 まあリバーブとかととかいうことです DI レベルアダプタちょっとこれ僕もわからないというか英語の言い回しでも違うのかそうか僕が知識がないのかですけれどもコンデンサーマイクフォントランジスタマイクこれもあんまり聞かないマイクですねリバーブユニットというような形で提案してくれました これだけでも便利ですよね。いつもやってるもので抜けてるものを書き出すということだけですので、えー、それはとっても便利です。じゃあこれを同じように証明でも聞いてみましょう。同ライブの証明をするときにも準備品など忘れ物がないようにチェックリストを上げてください。上げてくださいは上というのよりもこれ変えた方がいいですね。 照明は20灯ぐらいのシステムとしてというふうに書きましたちょっと聞いてみましょうどう出てくるかな照明用のパワーサプライ照明はどうしてもですね 100V だけではできないのでですねこのように書いてくれたりしてるわけですねもちろんアンペア、これが十分耐えれるか DMX のコントローラー DMX のケーブルステージ照明 いくつかですねパーティクルエフェククトトライトパーティクルっていうのはいろんなこう花の柄になったりとかするようなものですステージトラップトラップ用スピーカースタンド電源分配器 GFI プロテクターステージ照明用拡張コードステージ照明スタンド照明フィルター赤やら青やらというようなものをこう変えれるようなものですね。 照明グリッドは僕もあまり分かりかにくいですねグリッドとグリッドトラップトラップ用クランプまあ,あの止めるような金具ということだと思いますが照明用の操作ステッキ照明用タイマー照明用先行フード案外大掛かりなシステムですね照明用レンズフレーム照明用スピーカースタンドカバー こういういうにですね僕が使わないようなものもありますけれども僕は署名は十数頭ぐらいしか持っていませんので本格的なことはあまりやりませんでもここにですね VJ をやりたいというのがね最近はよくあるんですけれども VJ のシステムも聞いてみましょう。うん、もっう。 用に機材リストをはいこれでやってみましょう VJ となるとねちょっと専門的になりますけれどもはい。 VJ のソフトとそれとコンピュータグラフィックカードディスプレイディスプレイアダプターマルチモニターの拡張カードミディコントローラー USB キーボード USB マウスモニターアームまあ細かいところまで出してくれましたねデジタル AV 変換器これもですね HDMI だけで いけないものもありますしそこらよく考えられていますね HDMI のケーブルも VGA、DVI 全部ですねやってくれていますそしてモニターのカバーですねこれも案外大事なんですよね光って見えないとかですねそういうようなこともありますしオーディオインターフェイス、PA システム、オーディオケーブル、オーディオミキサーってありがたいですね もちろん自分の手持ちの機材表っていうのをだいたいこういうシステム屋というのは持ってるんですけれどもでもこうちょこっとですねそういう大層なエクセルの表とかを出すよりもですね防備力のような感じでねこのように出してもらうととってもいいなという感じがします。例えばマイクののセットなななんんかかどんな感じかなと思いますので ではマイクをバンドスタイルで最大7名のプレイヤーが演奏するとした場合楽器用マイクやワイヤレスイヤモニなど想定できる多めのマイク関係の機械リストを出してくださいこれをやってみましょうはい ダイナミックマイク、ボーカル用、コンデンサーマイク、ドラム、パーカッション用、ギターアンプ用マイク、ベース用マンク、キーボード用マイク、ステージピアノ用マイク、ワイヤレスマイクシステム、マイクスタンド、マイククランプ、マイクケーブル、クランプまで出してくれてるのはいいですね。マイクプリアンプ、マルチチャンネルミキサー、PA システム、ワイヤレスイヤホン、モニタリングシステム、DI ボックス、 DI も忘れそうになるところでしたこのようにマイクと言いながらですねまあ DI まで、えー、というのはまあ多分ギターとかの音を拾うことを考えて出してくれてるんだと思うんですけれどもありがたいですね音響映像照明のですね大規模な会社は先ほども言いましたようにもうこういうものはありますでもですね小規模で一人でやってたりしてですね 明日忘れ物ないかなっていうのは多分手で書いたりしてるんですけれどもこういうふうに出してくれたらですねあこれ忘れるとこだったというのが出てきてくれてとってもいいという感じがしましたこのような使い方もチャット GPT の有効な使い方だと思いますので皆さんも一度試してみてください。村長スタジオでした。